て調査隊。スキー場のコースではなく自然の雪山を滑るバックカントリー。誰も滑っていない自分だけのルートを滑走しパウダースノーを楽しめると近年人気が高まっています。しかし、ただいま消防隊員により雪崩に巻き込まれると思われるスキーヤー1名を救助しています。雪崩や遭難事故が毎年相次いでいるのです。道警によりますと、この5シーズンでバックカントリー中の遭難は251人、そのうち8人が死亡しています。今年もバックカントリーで行方不明者が出ましたが、なぜ亡くならないのでしょう。捜索に関わる費用はどうなるのですか。バックカントリーのイメージについてスキーヤーたちは、誰も滑ってないところを後つけるっていうのがすごい楽しいからちょっと自分もやってみようかなと思いつつ、ちょっとビビってちょこっと行ってるくらいですけど。バックカントリーは2種類あります。スキー場の利用者がコース外を滑るもの、そして雪山登山の装備で自ら登って滑る山スキーとも言われるものです。事故が多いのはコース外滑走。ではバックカントリーで遭難しないためには一体どのようなことに気をつければいいのでしょうか。バックカントリー歴40年、 HBC の OB で日本山岳会北海道支部長の藤木俊三さんです。まあ、冬山登山だと思ってやってるんで、まあ、装備もそのほぼ冬山登山と同じものを持っていくっていうのが基本だと思ってますね。この日登るのは手稲山近くにある通称手稲ネオパラ。標高838メートルまで歩いて登ります。バックカントリーにはどんな装備が必要なのでしょうか。スキー板やストックなどの滑走に必要な道具以外にヘッドライトや食料、水、合わせて10キロ以上になります。中でも重要なのは雪崩対策です。今一番雪崩の対策の用品で一番大事な雪崩トランシーバーと言います。電源入れて電池の量を確認してください。88、ちょっと待ってください。 100% です。電池 100% です。はい、電波を発信し雪崩に巻き込まれた人の捜索に使うトランシーバーです。さらに埋まった人を救助するショベルや棒なども必要です。これは実際の雪崩が起きる映像です。やばい、藤木さん、これは今何をやってるんですか。雪の雪崩が起きるような斜面かどうかっていうのをテストする、今雪の柱を今切り出すところなんですよ。雪崩の危険性が分かるテストをするなど、雪崩が起きそうな場所には立ち入らないことが重要だと藤木さんは話します。こうやってだんだん力の入れ具合を変えてって、どっかでずれるそうがないかっていうのを見るんですよね。全然あれですね、ずれるそうがないんで非常に積雪は安定しているようですね、今日はね。こうした多くの準備を行った上でようやくバックカントリーをするために山に登ることができるのです。さらに登山中もバックカントリーのコースにはこういう沢を横断しなくちゃいけないところもあるんですけどね、コロンと落ちないように気をつけないと危ないですね。冬はやっぱり体が濡れるというのが一番快適なんで気をつけたいところですよね。自らの足で登ることで危険な場所を確認し、地図などで地形を読み込んで迷わないようにする。こうしてようやく安全に滑ることが可能となるのです。こちらは札幌国際スキー場。危険なコース外滑走をする人が多く見られました。
皆軽装で、中にはヘルメットをつけていない人も。まあ、危ないし、多分やる人もある程度なんかそのことは頭に入れてやってると思うんですよね。なんか多分自己責任でやってると思うから、まあ、でも迷ってしまったら、ね、迷惑かけるから申し訳ないですけど。では遭難者の捜索にどれくらいの費用がかかるのか、意外な事実が分かりました。相次ぐバックカントリーによる遭難、一体捜索や救助にかかる費用はいくらくらいなのか。道警や自治体、道内の主なスキー場を調査しました。すると意外な事実が。公務なので費用を請求することはできない。道警の山岳救助隊や道の防災ヘリが出動した場合、その費用は私たちの税金から支払われることになっていて、救助された人の負担はゼロです。しかしスキー場でパトロール隊員などが捜索や救助に関わった場合、費用を請求しているケースがほとんどです。印象深いのは動けなくなりました、疲れて動けなくなりましたっていうのが多いですかね。自分の命の重さというような形になれば、まあ安いのか高いのかってなるとあれですけども、まあまあ普通に考えればなかなかの金額ですよね。札幌国際スキー場はコース外の滑走を禁止しています。コース外滑走で遭難や救助の要請があった場合、基本料として1時間5万円、さらに追加で人件費や雪上車の使用料などが発生し、遭難者やその家族に請求しています。過去にはおよそ100万円も請求したケースがあるといいます。